トナブの最後もんです。今日は10月29日金曜日です。今週 1週間お疲れ様でした。今日も、資産総額、社畜の資産総額見ていきたいと思います。現在、資産合計、株式です。3,485万9,056円です。評価損益は3,225万1,910円になってます。では内訳を見ていきましょう。まず、皆さん注目のグローバルウェイ買いました。買いまして500株買いました。500株購入しています。今の状況いかがでしょうか。500株購入して今含み356,755円になってます。グローバルウェイ昨日2連ストップ高で今日も上がってます。 11.88% になってます。 11.88% このまま上がってくれるかどうか、このまま上がっていってくれるかどうか微妙ですね。ちょっと今上がってきてはいますね。このままどんどん金曜日に向けてどうでしょうか。週末にかけてどうでしょうか。さあ次行きましょう。次を買いましたのは、グローバルウェイに続いて買いましています。買いましているのはマーチャントバンカーズです。3,121,3,121マーチャントバンカーズも上がってます。 17.89% 綺麗な右肩上がりをしています。マーチャントバンカーズ、買いましました。今購入しているのはこれです。マーチャントバンカーズは2400株で買いました。最初200株で買いました。勝負をかけています。22万1,800円です。そしてフロンティアはちょっと減らしました。その分減らしていて19万円下がっています。で、エネチェンジ調子は引き続きいいです。あとはアスタリスも絶好調です。ライトアップ上がってきました。ライトアップ上がってきています。そしてポリエモン、業務提携でインストラテクノロジーズと業務提携で話題になったインクルーシブ、急激に 60% ぐらい値上がりしましたけれども、今日はどうでしょうか。 70% 上がってます。 70% という信じられない驚異的な上り、まさにインクルスセーブルな感じですけれども、さあ次どうしましょう。次は行ってみましょうか。今日の株としてはそうですね、日本株はこんな感じなんですけれども、あとはテスラも上がりました。昨日アメリカ株テスラも上がってます。テスラも上がってきています。テスラ上がってきましたね。テスラ 3.7% 経営に上昇しています。10株持っています。このまま上がってくれるといいですが、どうでしょうか。あとはアファームホールディングスも上がってきました。アファームホールディングスも、上がってきています。 7.11% 上がってまいりました。頑張ってください。頑張ってほしいです。そしてアップスタートホールディングスも頑張ってくれています。一時下がりましたけど 4.92% です。 4.92% 後で横横している感じですけれども、どうでしょうか。あとはアメリカ株は全体的にこう緑が多かったですね。緑が多い、マイクロソフト、アップ、グーグルがちょっと下がりましたけども、フェイスブック。そしてフェイスブックといえば、昨日ちょっとニュースが出てましたね。フェイスブックといえばニュースが出ました。それは何かというところです。フェイスブック、メタバース領域に進出。アメリカ大手 SNS 運営企業のフェイスブック社27日。これは、失礼しました。これはですね、コインポスト様からいただいているニュースでございます。メタバース領域に対して今後2年間で5000万ドル、55億円相当の投資を実施する方針を表明したと。世界各国の政策立案者専門家、業界、企業と連携して長期的な措置を行っていくということです。メタバースというのは、インターネット上に構築された多人数参加型の3次元仮想現実のこととなります。今、Facebook 社はですね、AR、VR 領域におけるアタックを一つにつながり深めるとコメントしていると。実際離れていてもバーチャル空間を構築していくことで、友人や家族と同じ場所にいる場面や遊び、また働くことができる環境を作ると説明しているということです。メタバースというのはですね、一つの機能を構築するものではなく、インターネットの独立な技術であると。長期的な目線を持つ、その男性の専門家に協力していくと説明したと。あと、名前もなんか変えるという話が出ていますね。Facebook から、名前もメタバースから変えるという話も出ています。あとはですね、だからそういう関係で、実はこのイーサリアム、ブロックチェーンを使ったメタバースゲーム、コカ・コーラ社限定の NFT ビジネス、ディセントトランドやスクエア・エニクサ出資者、ザ・サンドボックスなどが知られるということになっていますけれども、いわゆるメタバース関連の株が上昇していくという可能性があります。ということで、メタバース関連株というと、まあ、例えば、ビットコイン、まあ、ビットコインはメタバース関連株ではありませんが、ビットコイン見てみましょうか。ビットコインは今日は上がってきていると思います。なぜ上がっているかというと、さっき言いましたようにフェイスブックがメタバース関連に、入れてくるということが表明されたので、これで、上がってきたんではないかなということです。そうですね。あとはメ
メタバース関連株として、あれですね、イーサリアムが上がってきてるということです。イーサリアム今どうでしょうか。イーサリアムを見てみましょう。イーサリアムを見てみると、これです。あ、ちょっと下がってますね。失礼しました。イーサリアムちょっと下がってますけど、ただ時最高値をつけつつあります。ここで、これですね、ニュース見てみますと、イーサリアム最高値更新で約50万円、 Facebook の影響でメタバース銘柄に買いが集まると。アメリカ Facebook は2台にメタバース事業に注力する経営が社名をメタに変更すると発表しました。 NFT 非代替トークンの事業領域参入を示唆しているということで、ここからメタバース領域に、関する、上場企業のリブランディングは異例であるとマーク・ザーバーグの本気度を伺えると、ということで、暗号資産市場ではメタバース関連株式が出荷されたということで、市場規模が顕著なお任せに落ちたということですね。こういうことでビットコインもこれで上がってくるということです。ビットコインもちょっと今値上がりをしてきているということです。ということで、まあ、全体的に、調子が良くなってきているということですけれども、あとはメタバース関連株でいきますと、ロブロックスというちょっと出てこないので、まあそういうことでですね、ちょっとすいません、出てこないので銘柄が出てこない。まあそういうことで、今日はすいません、Facebook の名前が変わると、あとメタバース関連株に注目が集まっているというお話をさせていただきました。そして、私の資産は現在総資産ですね、これは現在6,822万5,830円となっています。昨日に比べると、まあ、130万ぐらい上がっているということです。このように仮想通貨とか株ですと、このように上下幅が激しいです。ですので皆さんも注意して投資をするようにしてください。それでは今日はこの辺にしたいと思います。さよなら。